イントネーションもまんま、まんま覚えたので。ここで1回くらい頑張ったってそれは変わらないけど、なんかちょっとやってみようかな。1、2、誰だってやるときはやるよって、タイミングもタイミングもちょっと間空けて、ヘタレだってやるときはやるよって言うっていうポイント、もう自分なりに。進歩上お疲れ様、ありがとうございます。バッチリ、イエイ。こんばんは。シンポジ。でもレッスンなかったから今日のリハで初めて入って、昨日の夜5時まで頑張ったんですよ。やばいと思って、立ち位置覚えて、振りも覚えて、セリフも覚えて、そう、レッスンがなかったので本当にどうしようっていう。そう、朝5時まで頑張りました。でも朝5時ぐらいにその息抜きでドゥームズデー開いたらめっちゃ、ね、ファンの方起きてた。なんでっていう。練習期間、そう、もう自分で覚えて立ち位置も全部、マジで初めてですよ。自分で立ち位置と振りを起こして、大変です。なんとか無事終わったからよかった。そう、朝4時とかにちょっと開いてみたら、休憩がてらになんか結構ヘルプ返ってきてびっくりした。なんで起きてんのっていう。寝て起きたのか、それとも起きてるのか。ね、シンポジやりきった、よかった、ありがとうございます。でもレッスンなかったから、レッスンがなかったってことでね、みんなが優しかったから、ちゃんとダンスの先生にも、え、いい感じじゃん、できるじゃん、成長だねって言われたので、イエイ。うどむさん、かわいいギフトありがとうございます。やったね。でも一番ね、一番やっぱ気にしたのはヘタレのセリフですね。むずい。だからもう音楽を聴いてタイミングとかそのまま全部覚えて、イントネーションもそのまま、タイミングも覚えました、何回も。イエーイ。安部さん10、ありがとうございます。イエイエイ、やったやった、無事終わった、安心だ。次が愛媛。あの音源、サブスクのユミリンさんも覚えた。サブスクの
されてないってすっごく楽なんだよね。あいつにはできるわけないってみんな思ってるからさ。確かにこういうの向いてないし、一生懸命やらなくていいっていうユミディさんは。ね、確かにこれからどのポジで出るんだろうね。だからあのポジか葵さんのポジか沖さんポジもできるけど、まあどっかに出るね。うん、固定ではないね。どっちかかな。だから個性出てて好き。でも私の個性なかったかも、完コピしたから。イントネーションまで完コピしたから。全部覚えちゃいますかって。あと3ポジ。汗かいてる？本番中？本番中はめっちゃ汗かくよ。私結構汗かくタイプ。でも前髪あんま崩れんですよ。結構汗かくけど。愛媛弁で期待されてないってすっごく楽なんよね。あいつにはできるわけないって言われてるけどさ、確かにこういうの向いてないし、一生懸命やらんくていい。愛媛弁、一生懸命やらんくていい、やらんくて。確かに愛媛でやるんだったらいいね。確かに僕はずっとヘタレだって言われてきた。自分もヘタレだって思ってきた。ここで1回くらい頑張ったってそれは変わらんけど、なんかちょっとやってみようかな。でもあんまりないや、ここで1回くらい頑張ったってそれは変わらんけど、なんかちょっとやってみようかな。誰だってやるときはやるよ。あんまり変わらんかった。そう、四国はみんな汗だく。まひなさんとか結構汗だく。暑いですね。この前はスカーフを忘れずに持って行ったのに今日は忘れてしまいました。あらら、飛行機雲が。会場暑いよね。そうね、ライトもあるし、熱気、冷房ついてるんかな、どうなんだ。スーツは暑い絶対。こんばんは。今日は約束のハーフアップです。高めの。
どうでしたか？11日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。土曜日ハーフアップです。これが海に近い駅あるよ。島田駅あります。そこじゃないかな。メイクいい感じやった。バッチリ。昨日新しいスタジオ買ったので肌てるてるバッチリ。ね、高めのハーフアップ気に入った。これ何なんだろう。下地かな。トーンアップクリームだって。今日はこれしか塗ってないやつも。今日はサラピとは喋ってないです。影穴一緒にしたけど影穴しか喋ってない。こんばんは。そう、白さが2倍。白いのは多分今黒い服着てるから白い。白飛びしてる。一緒に帰ってないですね。サラピさんはね、チャートリといる時はチャートリと喋ってるから、四国は別ですね。喋ってないです。2期生でいるときはよく喋るけど、ユニットとかになったら喋らんかな。さっきね、そう、韓国料理は食べてきて、ダブルさやかとお腹いっぱいです。チヂミと餃子スープと白米とその他。なんてとこだっけな、あれ。なんだ、忘れた。なんてとこだっけ。サーヤンと最近ご飯行ってるわ。そう、コンビニでね、ご飯買って帰る予定だったんですけど、なんかコンビニで食べたいのなくないってなって、じゃあ韓国料理でも行くかってなって、韓国料理誘われたっていうかノリかな、その場の。ゾゾタウンが届いてた。イエーイ。ケノさん闇気なの？
でも確かにそんな感じのこと言ってたわ。こんばんは。宅配ボックスが開いてなかったので家の前に置かせていただきましたって。ありがたいわ。こんばんは。ね、また再配達かって思ったけん置いてくれてた、ありがたいわ。明日私5時起きなんですよね。で夜仕事何時に終わるか分からんくって、5時に配信した方がいいのかって今思った。夜何時に終わるか分からん。いやでもできるか分からんけどな。どうだったっけ。そうみんな5時早くない。そうだからもうあとね、もうちょっとしたら5時にちょっとだけやっとこうかな。じゃーん、見てリファのヘアブラシ、いいやつ、リファ、この有名なリファの。ロゾタウンでコスメを買うという。ヘアブラシ増えません。今日はいい歯の日で、日らしいですね。いい歯の日。私珍しくメールに触れてなかった。なんか春悩んでる方もいるだろうなと思って。あえて触れなかった。いい歯の日。悩んでおります。でも四国面さ、私以外全員矯正経験者だったの、びっくりした。でも私がいたから 100% じゃなかった。マイキューさんだったら私のとこが 100% だったのに、私がいたから 90 何%になっちゃった確率が。ね、はい、私のとこがマイキューさんだったら矯正率 100% になってた。じゃあ部屋が反射するわ。リファのヘアブラシ、でもいいよね、そうやって矯正させてくれてるって。逆に小さい頃から歯並び、80%になるんだよね。そう、欲しかった、こういうんちょうだいよねってヘアブラシ、髪がツヤツヤになる。え、矯正私の周りはあんまりなかったかな。だって芸能人目指してないしさ。そう、私は小さい頃から歯医者さんに行ったら歯並びめっちゃいいねってさ、歯並びだけ褒められてて毎回。何の違いなんだろうね。私も矯正なんですけど歯並び、何したっけんこうなってるんだろう。逆に遺伝なんかな。ね、たまたまです。弟は歯並びそんな良くないから、たまたま
すごいでしょ。綺麗に並んでるんですよ。そう、たまたま、すごいよね。なんでだろうね。なんでだろう。ほら、ヘアブラシ買った。ツヤツヤになる。上替わりが綺麗だったんかね、わかんないけど。歯医者さんに行ったらいつも褒められてたんですよ。でも歯並びなんてみんないいっしょって思ってたから、なんとも思ってなかったけど。その褒められてたのが本当だったんだなって気づいた。みんなに言ってるんだろうとか思いながら、小さい頃。髪がサラサラになるくし、親知らず抜いてないです。虫歯もないんですよ。なので歯はね、健康的なんです。サラサラ。イエーイ、リファ。最近のお買い物です。そう、静電気除去、サラサラになる。でも歯小さいけんな、もうちょい歯大きい人がよかったな。笑ったら歯の存在 がある人。歯がちょっと小さいので。なっちゃんぐらいのドーンって欲しい。こんばんは。ファンの方からもらった。私が買った。まあ部屋が反射する。いや、歯の数はみんな一緒でしょ。歯が小さいんですよ多分。2個歯の大きさ変えれるのかなって。歯茎を削ったらね、いけるらしいですけど。まあまあ、歯茎を削って。もうもらってると思ってた。いや、もらってない。確かに自分で買いました。こんばんは。まだ伸びますよって。そんな歯は成長しないでしょ。これからプレゼントするチャンス。モード買ったから。確かにリバの串が欲しいなって言ったら来たかもしれない。ハート型なんですよ。ちょっと見せれないけど、反射するから。
私のおでこのように光って反射、そう光って反射するから見せれない。鏡になってる。そうリファのヘアアイロンはめっちゃ高い。欲しいけど全然お高いです。よく寝られる。ね、多分寝られる。でも5時起きだからな。そうドライヤーとか高い。2、3万ぐらいします。串も3000円ぐらい。まあ串の中では高い。3時起き早っ。だよね。なんか3時4時とかにドゥームでやってる人は何事って思ったもん。何事？ 4 時にやってる人は何事？ 5 人ぐらいいたよ。ね、アラームいっぱいかけなきゃ。5時に起きなきゃ。だから4時45分ぐらいから。でも公演の後ってアドレナリンが出て意外となんか眠くなくなるんですよね。イエーイみたいな気持ちでなかなか寝れない。何事？なんで起きてんねん、あんな時間に。あなたもだよ。そこのあなたもだよ。2時は寝てる。いや寝てて、それは寝ててください。ね、今日の目標は2時までに寝る。ゆきりかの下手へのセリフが聞けるならこう毎回公園に行きたい。そうだね、メンツ見て葵さんと私が出るってなってたら葵さんのポジじゃない方ってことになるよね。メンツを見て、ああこれはこっちかなみたいな。皆さんタコありがとうございます。でもテモデモやりたいんだよね。単独があってほしい。だからでもテモデモ、誰たちのセリフかっこよかったよって。ありがとうございます、見てくれて。でもでも愛媛はでも16人公演だからあんまりポジションとかわからんかも。
2016年。でも新しいですね、シンポジね。どもどもいいよね。 MC で髪の話題になった時に危うく反応しかけましたって黒髪少女のやつ。そう、今日はまひなさんがね、髪をほどくっていうのもやってて、いいよね、簡単にほどけるようにしといて。これは簡単にほどけないやつだからね、全く結ばれてるからピッて。いいよね、乾燥のところでピッちょって。そう、公演前に決まった。黒髪少女一番最後にして髪の毛ほどいて終わったらいいよね。さすがに結ぶのは難しそうだなって思ったから、フェリーだっけ、片手で結べんけんさ、結ぶのはむずいから、もう実黒髪少女最後にしてバンってほどいて終わり。結ぶのはむずいよ、片手じゃ。でも両手使ったらマイクあるけんさ、ほどくだけ。ほどいた状態で激しく踊ってるのみたいですね。まあほどいただけだからね、普通のおろしになるだけで別にね変わんないよ。ただおろしになるだけだから、喉が鳴った。おろしそばグディッシュ、びっくりドンキーか、びっくりドンキーか。髪の毛ほどかなきゃ、お風呂入るから。これめちゃくちゃ硬いんだよね。ピー、でもう頭が引っ張られる。ほどけた、頭皮が持ってかれそう、強く引っ張りすぎて。頭皮持ってかれる。でわ、ちょっと抜けた。大事な髪の毛が、なんてこった。3本抜けました。黒髪少女よもうできてくれるのって。3本なんて誤差です。
絶滅黒髪ってそういう意味だったのか、どういうこと？誤解してるよきっと、そういう意味って。こんばんは。感想ポストした？マジ優しめでお願い。今日レッスンなしのシンポジだったから優しめでお願い。今日初めて入ったんだから保険かけとく。こんばんは。あまあまで、あまあまでお願いします。それ無茶すぎるね。そうだよ、なんか 2.5 期生とかなら軽くこなしそうだけどさ、私にね。こんばんは。四国公園いいなと思いました。四国公園ね、そうね、四国。お見送りありがとうございました。え、私のこと探してたでしょ。あ、私がどこにいるかわからんけん適当にさ、なんか投げほっぺしてたでしょ。この人、私がどこにいるか分からんけん、私じゃない人に投げほっぺしようとしてて、こっちみたいな、私じゃない人にこうやって投げほっぺをしようとしてて、いやここだよみたいな、どこに多分座っとるか分からんけんだろうけど、私のとこ来る前に誰かを私だと勘違いして投げほっぺをしようとしてて、ここみたいなももちゃんに笑われてたよ。ね、どこにいるかわからんかったんやろね。なんか必死にさ、なんか投げほっぺ、私んとこ来る前に誰かに、そう、ね、絶対私がどこいるか分かってなかったんでしょうね。面白い。出席番号順だから、一応ムーだから最後の方です。そう、もうどこにいるか分からんけど探しながら投げほっぺしててね、去り際に適当にしようとしたな。あ、葵さん、確かに葵さんとかと間違えてそう。確かにその辺かも。福田さんの1個前ぐらいで、そうね、葵さんと間違えたかもね。そうだわ、絶対髪型も似てたし、高めのポニーテール、葵さん、私高めのハーフアップ、そうだ、その辺だったわ。そう、福田さんの1個前ぐらいで間違えてたから、私だと思って投げほっぺしようとして通り過ぎようとしたら本物の私がいて、えってなってたんですよ。私だと思ってレッスンしようとしたら、その2個後ろに本物の私がいてびっくりしてるところを見ました。私こっち間違えないでよね。確かに葵さんならわかるわ。
ユギリカが二人いましたじゃないよ。私じゃない人に投げ本編しないでよそんな。そう、それを見てしまって、いや私こっちってびっくりしてたもんね。まあそれもあのか、えっ、でそれでびっくりしてさ、歩くの遅かったからスタッフさんに背中押されてたでしょね、早く進めって。だからももちゃんに笑われてたんだ。それでびっくりしすぎてなんか止まり気味になって、後ろのスタッフさんに背中押されてた。そうね、葵さんなら確かに似てるわ。納得納得。もうやめてあげて。え、でも面白くない？めっちゃ面白かったよね、推しと間違えてさバイバイってしてるの。高松から愛媛見に来る？マジ？やったね高松。葵さんいい香りするする。葵さんの服めっちゃいい匂いするよ。なんか一杯の水で最初こうやってさやってるじゃん前の人に。私葵さんにこうやってやるんだけど、なんか服いい匂いするなと思いながら匂ってる。最初のポーズするとこ、一杯の水のこうやってするとこあるじゃん。だらだらって、それすんげーいい匂いするんですよね。こんばんは。おお、あ、お見送りの誕生日あったけどありがとうって。お誕生日おめでとう、アッキーさん。おめでとう。11月8。それすぐに匂いする。ね、なんかちゃんとした生活をしてるから、ちゃんと洗濯して、ちゃんと干して、ちゃんとしてるんだろうなって。そう、柔軟剤。じゃあちゃんと生活してるからね。こんばんは。でも私も今日レッスン着いい匂いなんですよ。この前大量にコインランドリーに持って行ったから、おとといぐらいいい匂いです。柔軟剤で洗ってすぐ乾燥機にかけてすぐ乾かしたので、いい匂いが保留されたもの。 STU の嫁にしたいメンバーナンバーワンね、私も葵さん。こんばんは。おじさんはなんかいい女感が出すぎてて、キュンキュンです。キュンです。
一面な23時。そうだね、まあ1時間もやるから多分10時15分ぐらいに始めたのでまだやります。子供に厳しそう。確かに厳しそう。それがいいじゃん。でも厳しそうやね。16分か。それはやります。1時間かやる。ゆっくりとは言いませんがお休みくださいね。でも寝れそうですよ、すぐ。だからお風呂入って嫁になっても任せられそう。でも私も多分厳しいタイプですよ、子供に。あんまあんまじゃない気する。気持ちの問題でしょとか言います。気持ちよくね。 20% になっちゃった。 20%。こんばんは。目覚ましないとさすがに起きれんよ、5時は。でも最近目覚まし入れてなくても7時40分に目が覚めるんですよ。だから火曜日も7時40分に目覚めて、おはようツイートの時間7時40に 目覚めるんですよ。すごいよね。でも目覚まし入れ忘れて寝落ちした日でも7時40に目覚めるから、おはようツイート7時40にマジで目覚めるんです。すごく盛り塩してますよ。やだ、火曜はポストしない。明日早起きです。5時。どう思いますか？5時です。ダメだ、ずっとヘタレが頭の中に。一回忘れよう。遅刻終わったから。いや、ツイートは8時かな。5時前に起きます。なんで、何の意味があるんだい。え、早朝配信迷うな。明日何時だったっけ。明日の日割り、うーん、夜でもできそうな気もするんだよね。私のアラームは4時50からにしますわ。そうね、私は早めにね、ちょっと行っちゃう癖があるんですよね、集合場所に。だいたいいつも今日も一番遅刻。やだ、チケット絶対使わない。夜できそうだったらやらないけど、ん、60いい癖。まあそう、もうでも早いんですよね、ちょっと早いんです。15分前とか20分前に行くこともあって、20分前はちょっと早いなと思ってコンビニで時間潰したりするんですけど、だいたい10分前ぐらいには。着くように家を出るんですよ。
社会人で当たり前。でもね、みんなギリギリなんだよね、 STU 集合時間。25分集合だったら24分とかに大量の女の子たちが来ます。パセリも早いね。そう、ももちゃんとか25集合だったら24にギリギリに大量の女の子が入ってくる。おはようございます、おはようございます、おはようございます。でも早く行ったらね、あの椅子座れるから、もう私は椅子に座って携帯を触ってるっていう。特等席。なっちゃん普通ぐらいかな。まあ5分前には来てるかも。でもなっちゃんも歩くのが遅いから、もう一緒に行かないって決めてて。一番早いでも私も一番早いぐらいで行きます。結構パセリも結構早いし、サホちゃんとか意外と早いね。そう、歩くの遅くて着くのギリギリになっちゃうから。私は一緒に行かないって決めたんです。足が長いから。めっちゃ遅いですよ本当に。もう本当に意識してめっちゃ小股で歩かんといかんぐらい。私がいつも歩く3分の1ぐらいのペース。ちょんちょん。アラームは一発で起きれます。しかも差が開いてもこっちが止まって待たんと走ってこんから、差が開いたらこうやって待たんという感じですよ。だからもう差が開いてはゆっくり歩いてくる。もう待たなきゃいけない。だからもう集合場所は一人でスタスタ歩いていく方がいいということに気づいてスタスタ行ってます。こんばんは。スタコラサッサです。明日はレッスンはないですよ。パン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 。ダメだ。ヘタレ脳になってる。取り憑かれてる。24ハルト3クマありがとうございます。お仕事です。普通に5時。 D ライダーさんタコありがとうございます。違う歌を思い出したらもうヘタレしか流れてなくて、頭の中で何思い出そう。思い出せ。でも STU 嫌やな。違う曲。テレテレテレテ。
ガラス瓶ダメじゃん、公園のになっちゃうじゃん。ちょっと一回忘れるために。最近は韓国アイドルを見てるから。韓国の歌聴きながらお風呂入ろう。フィレスタみたいな、なんだっけ、フィレスタ、フィレスタみたいな。ガンダムスタイル。ね、世にも奇妙は11日らしい。土曜日。フィレスタみたいな、フィエスタみたいな。フィエスタ。土曜日、愛媛だ。世にも奇妙か。トゥ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 。それ寒いけど暖房っていつぐらいからつけるんだろう。まだつけてないけど、布団1枚で耐えてるんだよね。体が片方下がってる。こんばんは。布団1枚で耐えてるのすごくない？普通さ、2、3枚着るじゃん。着るってやんのか、かけるね、そろそろ出さなきゃ。布団結局こたつも買ってないし、まだどうしよっかな。そうなんよ、悩ましいね。毎年悩んで買わないからな。欲しい気持ちもあるんだけど邪魔なんだよね。まあでもアマゾンなんで買って次の日に届くから別にね、すぐ届くんで、欲しいと思ったら次の日ぐらいには届くんで、悩むなら買っちゃいな。でも収納スペースがないなとかで悩んでるからさ。こたつ、あった方が便利なんかな。天気予報を見て明日の気温が1度になったらなることあるかな。あれで決めようかな、量子乱数ジェネレーター。知ってる？ブラックフライデーとかで買っても持って帰れんのですよ。だからアマゾンですか、イオンのブラックフライデーじゃなくて。量子乱数ジェネレーターみたいな。シンポジお疲れ様でした、ありがとうございます。なんかシリシリとかでヘイシリしてさ、セーブ。量子乱数ジェネレーターって言ったら適当に数字を出してくれるの、1から100までの適当にパッて。でだから偶数だったら買う、奇数だったら買わないとかでやるの、それで運命を決めるの。パッて1個数字をランダムで出してくれるから反応してない。それで偶数だったら買う、奇数だったら買わない。でもこれでなんか高校の時から私これやってるんですけど、結構いい方向に行ってて。そう、
いつも迷った時、そう、それで決めてる。なんか行くか行かんか迷った時に、偶数が出たら行く、奇数が出たら行かないって決めて、あ、偶数が出たってことは行けって言ってるんだなみたいな。そう、量子乱数ジェネレーターです。量子の乱数、適当な乱、乱れるジェネレーター。奇数が出たら、あ、これは行くなってことなんだなって、それを信じてやってきてるので、こたつもジェネレーターさんに頼もうかな。偶数だったら買おうかな。それで決断しよう。それで買う。偶数出たらもう買いは買う。で、奇数やったら買わん。こんばんは。こたつ入るかな。なんかベッド行きそうなよね、こたつ着ても。ベッドの横にこたつを置くつもりなんだけど、こたつ届いてもベッド入りそう。でも今日とか寒そうだよ、22度なん。なんかこたつに入って何をすればいいんだっていう。だいたい配信以外私ベッドにいるので、家にいたら。それ以外は外にいる。だから配信以外はさ、ベッドにいるからさ、いつこたつ入ればいいんだ。一人暮らしでこたつ持ってたことない。配信中にってこと？じゃあ床に座らんといかんね。これソファーに座ったんやけど、床に座らんといかん。大きい氷見っけ。ソファーで使えるタイプ、え、あれやだ、背が高いやつでしょ、やだ。カーペット引いて床で、床に座りたい。ゴロゴロできないじゃん。そろそろ終わる。まあでも変わんないけどね、あと30分配信しようがしまいが、あんま変わんないから、そんな終わらせにかからないで。ボサボサほどいたから、起きれる。だって目覚ましに入れたら起きれるしかなくない？逆にさ、あんな大音量の爆音のさ、目覚ましを無視して寝れないやん。4時45とかにさ、目覚まし入れたらさ、この辺でさ、大音量で鳴るわけだ、あれだけじゃないですか。ね、起きれないのが分かんないですよ、逆に。ね、わーってなる。起きれるよ。マックスにしてますから、音量で耳元に置いてるんで、枕元絶対起きれるんです。あれが聞こえなかったらやばい。あ、止めてまた寝るっていうパターンか。でもなんかスヌーズみたいなのにするんで、なんか定期的になる。わらびもちさん10ギフトありがとうございます。私地震震度2とかでも起きますから。
マジでめっちゃ起きるんですよ。なんかこの前の幕張とかでサラピがラジオのお仕事だったじゃないですか。でも同部屋だったから朝5時とかにサラピが帰ってくるわけね。もうドアの音で起きて、そうマジですぐ起きるんです。人の気配感じて起きるんですよ。サラピがラジオ終わって帰ってきた瞬間におって起きて、そう気づけるんで、だから寝起きドッキリ向いてないなと思って、ちょっとカメラマンさんとかを伝えただけでパッて目覚めるんで、来たなって絶対向いてない。ちょっと物音したら起きるんですよ。震度2とかでも起きるんで、だから寝起きドッキリ向いてなさそう。ゴルゴ13向いてそう、逆に。確かに確かに来たか。ゴルゴ13分からんけど、なんか10のやつ。確かに寝てて向いとるかもしれん。絶対向いてる。それぐらい起きるんです私。だから朝起きれないことはほぼないの。マジで起きる。こんばんは。面白い。だから寝起きドッキリがあるときは本当にもう熟睡させないと、私をよっぽど疲れさせてとか、たくさん飲酒させてとかじゃないと起きちゃうので、ドアの音で人の気配とかでも起きるんで要注意です。ゴルゴ、私ゴルゴ向いてるのか。ヤクルト戦10本ぐらいそうだね、それぐらい読みさせんとね、本当に熟睡させんと絶対起きちゃう。1回2期生でさ寝起きドッキリした時は私がやる側だったからよかったんだけど、あれされる側だったら多分起きてただろうな。クスクス声で、クスクス笑い声みたいな、みんなのやる側は全然カモンですね。だから10% になっちゃった。なんで刺さってないの？刺さってるんだけどな、おかしいな、なんでだろう。あれ刺さってるんだけどな、もしかしたら切れるかも。勝手に 10% になった。なんで刺さってるんだけど、まあいいや、もうなんか途中でブシッて切れたら刺してください。え、ケーブル壊れたのか、なんでだろう。刺し直したから多分これで大丈夫なはず。刺し直した、刺さってなかったみたい。なんでなんでだろう。なんでだろう。ドゾタウンこんな小さい箱あるんだね、かわいい。小さくない？顔ぐらい。こんな小さい箱あるんだね。私の頭ぐらいです。かわいい。なんか小物入れにしようかなとか言って、そんなことするからゴミが増えるんだ。
めっちゃちっちゃいミニチュアサイズ。腰しか買ってないけんね、ちっちゃい、かわいい。だから今日平日か。はい、ケース、ゴミ入れにしようかな。この辺の配信中にお菓子食べた時にゴミ箱、ナイロン入れて袋、袋てかナイロンって言わんらしいですよね、愛媛の人ナイロンって言うんですけど、袋、ナイロン。うっちーさん、かわいいギフトありがとうございます。今日は全身黒です。ナイロンっていう、へー、でもこの前伝わらなかったんですよ。そう、ナイロン、そう、全身黒、靴下まで黒ですから今日。足が上がんないわ。オール黒です。ナイキ、ナイロン、そう、普通に袋のことをナイロンちょうだいって言うんですよ。だからこの前何気なくナイロンって言ってたら、えってなってて、周りが言うよね、愛媛ナイロンちょうだいって言うんですけど、えってなってたから、あ、袋って言い直しました。そう、昔からナイロンって言うんですよ。昔ながら、昔のばあちゃんとかが多分ナイロンナイロンって言っとけ、ナイロン、袋はナイロン。そう、11月の生写真はあのパステルカラーの衣装です。青、ハーフツインの。そんなことないろ、そんなことないろ。帰宅しました。お帰りなさいませ。夜ですね。喉は鳴る、トゥン、まだ帰宅できてません。明日は仕事ね、そろそろ終わろうかな。仕事、明日仕事なの、きついね。仲間だね。私も5時から仕事だから、5時から仕事ではないけど5時起きだから、きつい仲間。ちょっとだけなんやっけ、ゲームドームズデーやってから寝ようと。ドームズデー、じゃあ誕生日見ます。13位理化学研究所さん、12位、違った、13位ゴーエフさん、12位理化学研究所さん、11位わらびもちさん、10位たっくん、9位きちねさん、8位ムーランさん、7位ゆきさん、6位はっとりさん、5位みきやくん、4位ひろっちさん、3位やするぱんさん、2位やすべえさん、
1うのむさんありがとうございました。ドームステイ。ナナシのゴンベ。じゃあ終わりますかね。明日夜できそうな日割りだったらこの後確認してやらないし、厳しそうだったらやりますけど、多分夜できるからほぼやらない。 98% ぐらいやらない。朝やらないやらないってことで、今日は課外活動公演ありがとうございました。ペコリ。めっちゃボサボサになった。応援素敵でした。ありがとうございます。あ、串使うわ。確かにおニューの串リファ。あ、サラッサラ。見てサラッサラ、ツヤツヤツヤ。やなヘアオイルつくんやるな、新品の串に。ヘアオイルつくんやだな。お、めっちゃいいじゃん。ほら見て、サラッサラです。ちょっと後ついてるけどね、結んでたから。ツヤツヤ。ちょっと後ついてるゴムの。じゃあ終わります。ね、オイルいっぱい塗ってるから串にオイルつけたくない。抜けそうでヒヤヒヤする。抜けてはないですね。あ、一本抜けてる。見なかったことにしよう。ってことでおやすみなさーい。一本はゴサ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 。リファ買おうかなって。これ串でもいいと思うよ、整えるのに。男性でもリファの串いいんじゃない。確かに男性にも使える。見た目がハートでラブリーだけど黒とかにしたらいいんじゃない。ペイペイ買いますって。いや確かにいいね。弟とかにもあげたいわ。いいね、男性もいいかも。確かにツヤツヤになるから、朝起きてちょっとねボサボサになった髪を研ぐのにいいかも。じゃあ終わります。ボサボサになった髪を研ぐ。早くってあり。まあボサボサになるね。ボサボサになりませんって課題は使い道ないけどね、いいと思います。ってことで、それではん終わります。抜けちゃう、解いたらね、ザクって。ということでおやすみなさい。おやおやすみなさい。おやすみー。ボコってなってる。おやすみー。